後藤重光は、日本の牧師、神学校教師、元海軍兵学校生徒、日本プロテスタント聖書信仰同盟5代目、実行委員長、元聖書宣教会教師会議長、新海約聖書の新名記の翻訳を担当、日本福音、キリスト教会連合の中野党、キリスト教会、つくばキリスト教会の牧師として、牧会伝道連動に携わる。 1929年、大阪府大阪市に生まれる。敗戦を海軍兵学校で迎える。戦後に、東京高等師範学校数学科で学び、卒業する。同校在学中、キリスト教に入信。検診して1955年に、東京進学塾を卒業する。その後、玉川大学で学び、卒業する。 1955年4月から1983年3月、リーベンゼラ教会連合、中野党、キリスト教会で牧師を務める。1961年に新海役聖書の翻訳者に選ばれ、新明記の翻訳を担当する。牧師を辞して、1983年より、1993年まで、聖書宣教会教師会議長と運営委員長を務め、 進学教育に携わる。1991年から聖書宣教会の教師会議長と兼任で日本福音キリスト教会連合つくばキリスト教会の牧師を務める。1992年には教師会議長を辞任。1993年には運営委員長を辞任して巻会に専念する。1999年に つくばキリスト教会を辞任して2003年まで協力牧師として牧会に関わる。2004年より泉キリスト教会協力牧師に就任して説教を続けている。1999年から2000年まで北関東進学研修センターの講師を務める。ありがとうございます。